はい、皆さん、こんにちは、いずひこです。それでは本日のキャッシュレスニュースなんですけども、今回は、メルペイの後払いサービスが開始されたということで、そちらについて徹底解説を早速していこうかなと思います。よろしくお願いいたします。はい。それでは今回ピックアップさせていただいた記事は日本経済新聞ですね。こちらメルカリが後払い開始ということで上限5万円。で、文章を読めさせていただいと、フリーマーケットフリマアプリの、メルカリは23日スマートフォン決済サービスのメルペイで後払い事業を始めると発表した。18歳以上のユーザーであればメルカリのアプリ内にあるメルペイの画面から申し込み最大5万円まで全国90万点以上で使えるメルカリでの売買事業や評価など複数の項目からユーザーの信用力を、点数化する信用スコア事業の第一歩となるということで、とうとう始まりました。このメルペイがこの融資に関するような、内容だったので、結構個人的には、おお、すごい今来たなと思ったんですよね。今他にはないサービスだったので、この後払いっていうのが、これはちょっと面白いなと思いました。そしたら早速中身を見ていきたいと思うんですけども、まずこの後払いする時の条件なんですけども、一つ目、お支払い用銀行口座を登録済みである、もしくはアプリで簡単本人確認による、本人確認済みというものになるんですけども、そちらに関しては、見ていただきたいんだが、こちらの画像なんですけども、今回新しく、サービスが始まってですね、1番のご自身の顔と免許証を確認。お手持ちのスマホで撮影しますと、自分の顔と免許証を見るというものになっておりますね。で、次は、ご本人情報を入力なので、取った後に、自分の住所とかお名前を入力して、あとは送るだけという。なので、これがそのアプリで簡単本人確認という新しいものなので、本人確認にもむちゃめちゃ簡単だなと思いました。で、次、この利用の限度額なんですけども、これちょっと面白いなと思いましたね。過去のメルカリの利用実績等をもとに顧客によって上限金額は異なるというふうになっております。なので結構やっぱ人それぞれ変わるんだなというふうになっているので、一応このサービスのスタートした時は最大5万円、月5万円というふうにみんな決まってるらしいです。多分メルカリを愛用している人はかなり限度額が上がるんでしょうね。あとは18歳から19歳は1万円を上限というふうになってるみたいです。で、次はこちら、支払い方法なんですけども、コンビニ ATM 口座振り替えキャンペーンにより取得したポイントでお支払いが可能という風になってます。で、ちなみに現時点、今日が4月の24日なので、4月の24日ではフリマアプリで稼いだ売上金は、返金はそれでは、今はできないということになっておりますね。で、支払いの、期間なんですけども、商品を購入した月の、翌月の1日から末日の間にお支払いをしてくださいということになってます。で、手数料に関してはお支払い時に300円加算されるということになってますね。なので、下にも書いてるんですけども、交流の都度の手数料はなく、月内に1回のご利用でも10回のご利用でも手数料は一律300円という風になってます。なので、かなり気軽さには、長けてるのでは、気軽さが、かなり売りにはなってるのではないのかなと思います。で、これで思った僕の、考察ではないんですけども、ふと思ったこととして、その銀行とかクレジットカードって、毎回その審査を通すじゃないですか。で、やっぱそれってすごいめんどくさいんですよね。いろいろ書いたりとか、自分のやってる職とか、それが信用ってなってくると、それがすごいめんどくさいんで、かなり面倒な作業が本当に省けてるのは、かなりの強みではないのかなと思います。で、あともう一つなんですけど、僕はここがポイントなのかなと思ったのが、今回融資の金額がかなり少額なので、ターゲットはかなり若い人に向けてるのではないのかなと思いました。で、ここが素晴らしいなと思ったのが、借りて返すということが若い時に経験できるというのはかなり素晴らしいことなのかなと僕は思います。ブログなど見ていただくとわかるように、僕は一応借金ブログっていうのをやってるので、なのでやっぱり借りて返すっていうことがかなり若い時に経験できると、お金の重みとかお金の価値っていうのはすごいありがたみとかもわかるので、かなりいい経験ができるのではないのかなと思います。で、傍から見たら借金は悪だという人もいるとは思うんですけども、僕は実際そうは思ってないので、いやー、これはまた面白いサービスがスタートしたなというふうには思いました。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回のキャッシュレスネスは、メルペイが、後払いサービスの開始ということでした。いや、本当にこのサービス、何かこう、キャッシュレスの中では、また何かこう、新しいサービスなので、僕個人としてはかなり面白いサービスだなと思いました。また、メルペイがどんな風に活躍をしていくのかっていうのも、これからもまあ見どころなのではないのかなと思います。それでは、このチャンネルがいいなと思ったら、チャンネル登録、あとグッドボタン、あとツイッターもしてるので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。あと、気になったことなどあればコメントなどいただけると嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。